夢のプラモデルが完成する瞬間、そこには何物にも代え難い喜びがあります。今回のテーマは空気を切り裂き大空を駆け巡る空の王者、戦うために生まれ戦うために進化し続けてきた戦闘機。第一次世界大戦以来、時代や国そして目的によってさまざまな形を持ち作られてきた戦闘機、その魅力とは。質感や重量感をいかにして再現して作るか、それがエアモデルの醍醐味なんです。そう語るのは、本業の電気工事士としての技術をプラモデルで生かすエアモデルエンジニア神保博士。模型専門誌でもその実力を遺憾なく発揮、幾多のエアモデルを手掛け、その時代を生きた戦闘機の臨場感にこだわります。実際の戦場をくぐり抜けてきたかのような重量感とその迫力。さまざまな時代の空の王者を作り続けて30年、大空を駆け抜けた証を熟練したテクニックで再現します。神保の挑戦、リパブリック P47D サンダーボルトバブルトップ。第二次世界大戦中活躍したアメリカの重戦闘機バブルタイプのキャノピーにより広い視界を確保。歴史に残る名機をエアモデルエンジニアが再び大空へ舞い上がらせます。お願いいたします、はい、サンダーボルトのバブルトップですね。この機体はいかにもアメリカ的な頑丈で大きな機体で、僕は好きなんですけどね。サンダーボルトっていうと、このナチュラルメタルの銀塗装ですね。これをまあいかにプラスチックが金属っぽく見えるか、それをちょっとやってみようと思います。より早く、より高く、そしてより強く飛ぶことを目指して製造されたサンダーボルト。その機体を丹念に組み立てていきます。エアモデルの質感にこだわる神保、早くも動き出します。操縦席の床、コクピットパネルにサーフェイサーを吹きます。普段は目につかない隠れた部分に使い込まれた質感を塗装で再現していきます。ちょっと影を残すような感じで、先に塗った黒を全て消さないように薄く吹きつけていきます。これが陰影を際立たせ重量感を生むと神保は言います。本物が持つ質感を再現するための汚しを施します。まずはドライブラシで汚れを浮かび上がらせていきます。そして墨入れ、神保の手が入るごとに一枚の薄いプラスチックが金属の板へと変貌を遂げます。しかしこれだけでは終わりません。こちらは実際のコクピットパネル、足元の塗装が剥がれ落ちた部分をも再現します。銀の発色を良くするためにペイントマーカーの塗料を使いブラッシングしていきます。これが神保の求めた使い込まれたコクピットパネル。全てのパーツに臨場感を再現、機体の組み立て後の合わせ目消し、表面処理など丹念な作業を経て、その全貌がついに姿を現します。重さ4トンを超えるサンダーボルトの重厚な機体、そして表面処理によって消えたモールドを深く刻み込んでいきます。
さらに 0.3 ミリのピンバイスを使い、リベット一つ一つを復活させていきます。しかし同じリベットにも単なる穴ではなく、中心部を残した円状のリベットも存在しています。これは真鍮パイプの先を加工した自作の工具を使って再現します。リベット打ちの繊細な作業が続きます。円状のリベットが見事によみがえります。エアモデルエンジニア神保の技はいよいよ塗装へと向かいます。入り組んだ形状の多い戦闘機のプラモデルはティッシュをマスキングに使うことで迅速な作業ができると神保は言います。塗装のノリを良くするサーフェーサーを吹き付け乾燥させます。こんなとこにぶら下げてるんですか。はあ、そしてさまざまな細かいパーツの乾燥には食器乾燥機を使います。次の作業ですが、飛行機のエンジンにも、自動車のエンジンと同じようにプラグコードがあります。なので、ちょっとそれをこだわってこのキットに再現してみたいと思います。細かいディテールを再現するため実物の写真に目を通す神保。戦闘機の心臓から出た大動脈ともいえるプラグコードが配線されたエンジン。まずはエンジンパーツ全体に塗装を施し、エンジニアならではの技へと移ります。まずは塗装が終わったエンジンパーツの合計36箇所に穴を開けていきます。 0.3 ミリのピンバイスを使った緻密な作業、電気工事士という職業で培った繊細な手さばきがこの至難の技を可能にしています。戦火に響き渡ったエンジンの鼓動が少しずつ蘇ってきます。続いてプラグコードの代わりとなる真鍮線を火で炙り、反発を抑え曲げやすくします。この加工一つでエンジンのリアルさが変わるといいます。資料と見比べながら先ほどの穴に真鍮線を接着、わずかな誤差も許されない息を呑む作業が続きます。そして18本の真鍮線は後に塗装を行うときに塗料のノリを良くするメタルプライマーを塗っておきます。いよいよエンジンと結合、本体に開けた穴へと真鍮線をつないでいきます。このとき実際のプラグコードのように不規則に曲げることでリアルさが出ると神保は言います。事前に火で炙り曲げやすくした進化がここで発揮されます。さらにプラグコードの質感をより際立たせるため一本一本丁寧に塗装を施していきます。サンダーボルトの心臓に魂が宿ります。エンジニアとしてのこだわりが実物並みのプラグコードをよみがえらせ臨場感を作り出しています。実機と比べても遜色ない見事なパイピング。戦闘機作りも本塗装の段階に入ります。
まず神保が選んだのはグレー。これを全体に拭くことにより下地のざらつきをなくします。これで自らの塗装テクニックを存分に発揮できるといいます。グレーを塗り終え、グリーンの部分から塗装を行います。神保は額内部色を混ぜ、重みのある独特の色合いを出します。さらにホワイトを混ぜて光の当たる部分に明るい色を吹き付け、微妙なグラデーションを演出していきます。ナチュラルメタルの部分以外はマスキングを施し、いよいよ神保が質感にこだわる銀塗装へと入ります。どのようなイメージなんでしょうか。使い込んでやれた感じというか、最終的な汚しにも関係してくるんですけど、パネルごとに少し色を銀、あのシルバーの色を変えて、その辺をまあうまく表現できたらいいかなと思うんですけど。実機に現れている材質の違いによる微妙な銀色、これをどう再現するのか。まずは基本となるシルバーとクリアを加えた塗料で全体に吹き付けていきます。クリアを加えることで銀色の細かい粒子をコーティングし、色が落ちるのを防ぐと神保は言います。軽いプラスチックを重厚な金属の質感に見せる第一歩。大空をかけた銀の光が蘇ってきます。この後エアモデルエンジニアの銀塗装のテクニックがついにベールを脱ぎます。プロのモデラーがフェイバリットモデルを紹介、ベストキット。神保博の心に残るプラモデルとは。僕のベストキットはポルシェターボ RSR934 レーシングです。ポルシェターボ RSR は自社の製造工程をプラモデルで再現しようと細部まで部品化されたタミヤの意欲作。実際のポルシェを分解して検証することで隠れた部分のディテールをも忠実に再現。本物志向で今なお人気の高いキットです。当時ですね、これが発売されて、すぐ買って作ったのを覚えてます。で、なんか実車を組んでるみたいな感じで、すごく作ってて楽しかったですね。で、今度はもっと今持ってる技術を駆使して、自分への挑戦って感じで完璧なものを作ってみたいです。どうですこの笑顔。ベストキット。プラモデルに金属の持つ重量感と質感を施すという神保、驚異の塗装が今始まります。場所によってわずかに異なる銀色の輝き、それを再現していきます。まずはわずかに暗く見える部分の銀塗装。主翼上面の球団パネル、胴体横のパネル、さらに主翼の下側にある薬莢排出口のパネルにクラシックシルバーを入念に吹いていきます。どんな感じですか。マスキングを剥がした時のお楽しみです続いて明るく見える部分にはスーパーファインシルバー、胴体横のパネル、そしてカウリングの取り付け口に塗装していきます。
シルバーにホワイトを混ぜた塗料は垂直尾翼を塗装。さらに機体の側面にはブラウンを混ぜたやや赤みのあるシルバーを施します。最後に光沢のあるシルバーをカウリングに吹き付け、機体の全体の塗装が終了。パネルごとに細かく銀4色に色分けされたサンダーボルトの機体、実機として使われていた質感を高めています。この塗り分けこそがジンボの真髄。そしてノーズアートのデカールを貼り、全体にクリアを吹き付けて、いよいよ仕上げの時を迎えます。墨入れが施され、実物の持つ重量感がより再現されていきます。そしてジンボはさらに大空に生きた証を機体に宿します。空気の壁を破りながら飛ぶ戦闘機の汚し、機体の進行方向と空気の流れに沿い汚しを入れていきます。緻密な汚しの作業は続きます。オイルが混ざったエンジンからの排気によるすす汚れはグラデーションで再現していきます。これに黒系の色を足すことで力強く大空を飛んだ証を演出しています。仕上げはエンジン付近の焼けた機体の汚し。大丈夫ですか？ OK です、バッチリです。寡黙な達人ジンボの口から確信に満ちた声が漏れます。エアモデルエンジニアが持てる力を全て注ぎ込んだ伝説の名機が60年の時を超えて今舞い上がります。ジンボ博士渾身の作品 P47D サンダーボルト、細部にこだわり命を吹き込まれた心臓部、ナチュラルメタルの質感と重々しさを再現。空気を切り裂き戦い抜いたその迫力がよみがえります。この光り輝く機体はジンボが求めた栄光の輝き。アメリカ陸軍航空隊が誇る重戦闘機が今飛び立ちます。これに僕はこれからもこだわって作っていきたいですね。